道友は、栗崎家世襲の号で、老を意味するオランダ語ダウに由来し、時に、道境とも書かれる。下界、栗崎正家の子として誕生。漢文四年に、長崎で生まれたとされるが、青年については、万治三年、漢文元年とする説もある。祖父、栗崎同期から続く南蛮流の下界術を取得し、その後オランダ流の下界を習得した。元禄四年。 江戸へ出て、江戸幕府の官位となった。元禄十四年、阿公藩主、浅野長則が、江戸城内で、平義中を切りつけた際には、吉中の治療を行い、また、元禄十五年に、吉中が、阿公老子に切られた際には、首と胴体の縫合を行ったという。享保十年、毛利主治が、水野忠常に切りつけられた事件の際にも、死、治の治療に当たった。 教法十一年、死去。墓は、キラヨシナカと同じ一万マサイン幸運寺にある。子孫には方言に認じられた者もいる。中国武術家の栗崎義子、シャンソン歌手の栗崎博光などがいる。なお、肥後熊本藩に一種として召し抱えられた子孫もおり、熊本では栗崎姓の一種が多い。ありがとうございます。